でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える、へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃、昔話を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔するやつ、でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢ぐらいさせてくれ。最後は笑い、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。注文できる、親の顔色を気にしてチキンライス頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなものなんでも頼めるさ。スーパーに湯気が立ち込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい、でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンスを抑えとけ、スイートとまでは言わないが、七面鳥もチキンライスで